いやあ、刹那圭介だよ。今回から木枯らしめくるアイドナーを定期生放送枠でやっていきたいと思います。このゲームはさ、作者さんが前にやったことあるさ、箱根の歌ってゲームと牢獄の庭っていうゲームの作者さんと一緒でさ、そのグループが作った新しいゲームって考えてくればいいと思います。というわけで、まあ多分話つながってないと思うんですけど、気になる方はちょっと箱根の歌、牢獄の庭の方も動画出してるんで、すでに完結させてるんで、ちょっと見てほしいなと思っております。今出てるこのボタンを押せばそこに飛べますんで、その再生リストに飛べますんで、お願いします。というわけでスタート。今回青春ゲーだぞ、青春ゲー、ノベルゲームだぞ。説明下手くそやなこれ、初めから。まあ、ちょっとやりながら説明していけばいいよな。早いな、もうシーン出るの早いな、おい。ツネサダ、誰ツネサダ、いきなり知らん人出てきたけど、誰ツネサダ。絶対これさ、脇役どころかもうさ、モブレベルの人だろうな、これ。ハルちゃん、向こうに行っても僕たちのこと忘れないでね。まずお前誰やねん。俺からしてみたらお前誰やねんやけどな。うん、帰ってきたらまた一緒にゲームしよう。俺のことも忘れんじゃねえぞ。知らん。だからその前にお前のこと知らん。たくまのことはどうしたって忘れないよ。悪い意味でなんやろ。かっこ悪い意味でなんやろ。何かあったらテレパシーで呼べよな。はるくん、向こうに着いたら絶対もなかに連絡入れてよね。わかってる。みんなのこともちゃんと聞かせてよ。お姉ちゃんはパソコン壊しちゃうから私が頑張る。わ、私だって頑張るよ。みんなのメッセンジャーもするもん。メッセンジャー使い覚えたての言葉なんやけんなのだろうな、これ。メッセンジャーってひらがなになっとるあたり。は、しずくちゃんと見てあげてね。和解の時が近づいた。もっと悲しい和解になるかと思っていたね。みんな笑顔だった。きっとまた会える。そう思うようにして我慢していただけたのかもしれないけど、それでも悲しむよりは何倍も気持ちが楽だった。はるー、みんなー、そろそろ遅いからー。あ、うん。この時間を名残惜しむように、僕はみんなの背を見送った。翌日、僕たちは揃って駅へと向かう。歩いている相手も、バスの中でも、僕たちは他愛もない話をひたすら続けた。それじゃあ、寂しくなるけど、またねー。家を預かってもらって申し訳ないけど、よろしくお願いします。任せておいで。いつでも帰ってこられるようにしておくから。主人も挨拶ぐらい来られたらよかったんだけど。みんなとは改札前でお別れを済ませてきたので、ここまで来ているのは親しい間柄のハスミッケだけになっていた。知らん。ハスミッケとか、知らん人物の知らんシーンを見せられても俺何も知らんけどな。ただ感動の和解のシーンみたいになってるのが分かるだけ。それだけ。僕の前にはおばさんに手を引かれたままの雫とうつむいたマナカが立っている。マナカ？はるちゃん。顔を開けたままのマナカの目は昨日までの笑顔が嘘のように潤んでいた。やばい、もうパワーを発揮しようとしてる悟空みたいな声になってしまった。今でも崩れ落ちそうな涙を強引に拭うと、マナカは手に持っていた包みを僕の前で差し出した。これお弁当作ったから。うまくできなくて雫に手伝ってもらっちゃったけど。あ、ありがとう。ありがとう。まあ、どうせ下手やけどさ、もらっとかなあかんよな、このシーンやなぐらいの感じの、あ、ありがとうやけどこれ。受け取った包みの中を覗き込む。大きめの弁当箱から美味しそうな香りがふわっと鼻をくすぐった。あらあら、大事に食べるのよ。わざわざすみませんね、よかったなハル。お弁当箱は返せなくて大丈夫だからね。で、あれ、包みの中の弁当箱を見たおばさんの迷いが上がる。なあ、しずく、このお弁当箱って。尋ねられて、しずくも包みの中を覗き込んだ。あ、これお父さんの。うわー、ちょっと心がちょっと複雑やわ。だから沈むわこれ。お父さんのって。なんでお父さん犠牲にしてくるこれ。
うっ、マナカの結束が一気に変わり、僕の手に持つ鼓に飛びついた。どうしよう、間違えてお父さんのお弁当を持ってきちゃった。せっかく私が作ったのに。ついにマナカの目から大粒の鍋がこぼれ落ちた。おいおいおい、さっきまでの別れを惜しむ涙よりも多いんじゃないかお前。だ、大丈夫よマナカ。お父さんの弁当、お弁当にもマナカの作ったおかずが入ってるじゃない。違うもん、ハルちゃんに食べてほしいのこれじゃないの。あふれ出した涙は線が抜けたように流れ続ける。おい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 、おいと別れる時の涙よりも強いぞお前。お姉ちゃん、マナちゃん、泣くことなんてないわ。食べてほしいって気持ちが使うよ。どんなお弁当だってマナちゃんが作ったお弁当になるのよ。どうして気持ちが大事ってことや。マナカにはちょっと早いかもね。わあ、見下してる、このおばさん、マナカちゃんのこと見下してるわ。そんなこと言う前にあなたももう少し腕を磨いた方がいいんだけどね。ドヤ顔で誇るおばさんに母さんは苦い顔でつぶやいた。まだ登場人物の紹介がないけんさ、どんな人物がどんな分かり方してどんな泣き方しようか分からんのよな。どうにかしてください。そうね、しずく、今度お母さんにも教えてね。はあ、ほら、ハル、ボードじゃないで、お前も何か言ってあげなさい。ハルちゃん、ごめんね。大丈夫だよ、マナカの気持ちはちゃんと伝わってから。愛としてね、将来結婚しよう。はる、お母さんの言う通り、これはマナカが作ってくれたお弁当だ。本当にありがとう。正直僕もお母さんたちの言うことはよく分からなかったけれど、これで泣き止んでくれるなら優しい。それに感謝の気持ちは紛れもない本心だった。うん、最後までいい思い出にできなくてごめん。まもなく電車が発車します。乗り遅れのないようご注意ください。あと感動のシーンでごめんなさい、喉がちょっと調子悪いんで変な声になってます。電車が到着し、いよいよ別れの時が来た。それじゃあ向こうについたら連絡入れるから、気をつけてね。電車に乗り込む僕、マナカが最後の言葉をかける。絶対帰ってきてね。みんなで、ハルちゃんと一緒にやりたいことがいっぱいあるから。やりたいことかっこいい、ミシン。わかった、絶対書いてくれ。約束だよ。あとマジで、私の名前はマナカだよ。なぜ自己紹介した。約束する、僕の名前はハルヒトだ。なぜ自己紹介した。僕の返事を聞いたマナカはやっと笑顔を見せてくれる。多分この笑顔はようやく去ったがバカ野郎みたいな感じの、別れてせいせいしたぜみたいな顔だろう。いや、そんなことはない。ドアの向こうで大きく手を振る3人に僕も精一杯手を振り返した。ようやく終わったこのシーン。5年後、あ、5年前のことがよくわからないのに5年後が言っちゃった。まもなく終点一色に到着いたします。どなた様もお忘れ のないようにお気をつけてください。まあ、視聴者さんの皆さんはすでに青春、かけがえのない青春をお忘れになっているかと思いますが、ゲー。あ、感じになった。これ春人って読むかな。やっと着いた。今は春人って読むよね。ちょっと不安になった気なんやけど、春人って読むよね。ホームへ降りると俺は凝り固まった体を崩すように、崩すでいいかな、伸びをした。朝は5時前から飛行機、電車の乗り継ぎはさすがに答えたようで、体中の骨がポキポキと音を立てる。5年も経つと変わるもんだな。一色町、俺の生まれ育った町。年季の入っていた駅のホームは改装されてきれいに整えられている。ホームから見渡すだけでも所々に改装の跡があり、5年という歳月を感じさせる。この春人っていうのが多分飛行機っていうだけに海外でも行っとったんだろうな。さて、
とりあえず学校を目指さなきゃ。町の学校への転入手続きは大体済ませてあるので、あとは挨拶程度で済むらしい。一旦家に寄るのも面倒なので、どうせならこのままの足で済ませてしまいたい。そのために手荷物も最低限にしておいた。俺はもう一つ小さな伸びをした後、改札の方へ足を向けた。その時、春人、あ、足綺麗、足綺麗。え、ちょっとこれエンターとか押してさ、多分さ、こうウィーンってさ、上の方に、顔の方に、胴体顔ってさ、ちょっとずつ上に行くんだと思うけどさ、こんな足綺麗な人でさ、顔ブサイクだったら嫌やな。ちょっとちゃんと顔可愛らしい顔であってほしいな。ちゃんとさ、足美人でさ、顔ブサイクとか嫌やけんな。ちょっとゲームさん、ちょっと期待しとるよ。行くよ。来た。どうだ。ちょっと幼女できた。そしてお互いだった。やっぱり春人だ。やっと会えた。美人やけどさ、ちょっと言っていい？ちょっと天然っぽい感じやね。ちょっと天然入ってそうな女の子ができたね。突然の出来事に声が出ない。え？なんで黙りこくってるの？黙りこくってるっていう言葉は使う人を初めて見た。あ、マナか。そうだよ。もしかして誰かわからなかったよ。マナカだよ。ごめん、こんなところで会うとは思わなかったから驚いて。本当にそれだけ？もうちょっと言うべきことがあるんじゃないのかな。あったわ、言うべきこと。好きです、結婚してください。いたずらっぽく覗き込む表情は5年前のそれと変わりなかった。むー、なんで笑うのよ。確かに一瞬分からなかったんだけど、変わってないんだなって。ちょっと可愛らしくなっちゃって。ああ、そうかな。春人こそ全然変わってないね。蓮見真奈か。俺の幼少時代の幼馴染。付き合いは長く、物心をつく前からいつもそばには真奈香がいた。あの、間違えてお父さんの弁当を持ってきたドジっ子。やっぱり見た目通りドジっぽい感じがする。もともと家族ぐるみで付き合いがあったため、俺にとっては家族のような存在だ。これから結婚して家族になるんだよ。俺は決めたぞ。勝手にな、主人公の意思なんか無視するぞ。で、どうしてここにマナカが。この時間って普通に授業中じゃないの。うん、そうなんだけど、せっかく春人が帰ってくるのに一人じゃ寂しいかなって。絶賛サボり中です。クイッス。そんな軽い感じで。大丈夫、朝の出席だけは取ってきたから。お前それで許されるんだったらさ、学校は留年とかないぞお前。留年するやつなんかおらんぞお前。もうそんな笑顔でよくさらっとそんなことが言えるなお前。それは大丈夫と言えるのだろうか。ってことは、もしかしてずっと待ってたの？え、おかしいみたいな感じの目で見るんじゃない。おかしいわ。もう時刻は正午前を指している。11時何分みたいな感じか。 2,3 時間ぐらい待っているっていうことになるけれど。あー、なぜそこでちょっと焦る。マジか、来るって言ってくれれば時間伝えたのに。いきなり出迎えた方がびっくりするかなって思ってさ。そう言うとマナカは照れたように頭をかく。まさかこんなに待つとは思わなかったんだけどね。おいおいおい、この子頭も悪いのか。普通に考えてさ、時間を教えてもらってないやけんさ、もう結構待つだろうってなるだろう。もうどうやって声をかけようかと考えてたんだけど、いざ春人を見つけたら全部飛んじゃったしさ。プランたととってもさ、いざとなったらプランが崩れるタイプの人間だった。そうか、なんかごめん。大げさに落ち込むマナカを見て思わず謝ってしまった。ふっ、でもいいの、ちゃんと一番に春人に会えたんだから。おかえり春人。うん、ただいまマナカ。
いいなこの二人の関係、幼馴染でさ、彼女っていうのは遠いんやけどさ、なんか親しい女の子っていうのはさ、もう俺欲しかったなって、リアルで欲しかったなって思う。羨ましい、だから羨ましい、春人くん。はあ、営業できね、思わず足が止まる。どうしたの、間の抜けた顔声出してそれ言うたらさ、逆に聞くよ、もなかちゃん、どうしたの、間の抜けたような顔をしてヒロインとは思えようにさ、ポカーンって言うちゃった、丸気顔してるよ今。いや本当に随分変わったなって思って。駅構内はショッピングモールと連結していたし、駅自体をかなり大きな建物に変わっている。5年前にも工事は進行していたが、ここまで都市駅になっていたなんて。そうだね、あの頃と比べると全然違うよね。駅だけじゃなくて、もう下の方はほとんど再開発が終わってるよ。下？ああ、新市街だね。ああ、今完全に忘れてたでしょ。忘れてないよ。そうやってみんなのことも忘れていくんだ。あれだよ、ほら、時差ボケだよ。う、笑いながら苦しい。ふーん、怪しいけどそういうことにしとくね。クソ、モナカちゃん表情豊かで可愛いな。大して気にもしていないようで、モナカはまた上機嫌に歩き出す。一色町再開発計画。この町はもともと四辺を山に囲まれた辺境にあった。山を右に南に越えると都市部があるため、南側の山を切り開いて都市部との連結を図る。それを機に一色町自体も地方都市として生まれ変わらせるという事業だ。十数年前に始動し、現在は都市部との連結はほぼ完了している。ただ町の北部は景観や町並みをそのまま残すらしく、南北で大きく2つに分かれることになった。地元住民は皆再開発を及ばない旧市街を植え、再開発の対象である新市街を下と呼んでいた。そういう意味で下って呼んでおったんやな。ということは知っていたものの、実際目の当たりにすると知らない町に来たような感覚になるな。これは改めて駅前を見渡しても、俺の知っている街はそこにはなかった。ん？何か言った？いや、ここ本当に俺の地元なんだよね。大丈夫大丈夫、上まで行けばきっと実感ができるから。懐かしくて泣いちゃってもいいんだよ。泣くか！いや泣くね。バスはまだ来てないみたいだね。ロバスは今も買わずに走ってるんだ。これはなくなったら不便だからね。特に私たちみたいな上に住んでる人間にとってはね。田舎の方に住んどんか。まあ地元民やけんな。まあそうだよね。てかさ、いや本当マラカちゃんさ、コロコロ表情変わって可愛いな。だってさ、エンター押したらさ、この笑顔の次にエンター押したらさ、ポカーンっていう丸気顔になったりさ、いきなりさ、おわおあわあわってなれたりするけん可愛いな。一色町を走るロバスは一色駅から、旧市街方面へぐるりと回って駅に戻ってくるという経路の一本だけだ。一周1時間程度とはいえ、町の唯一のバスなので重宝されている。ほら見てみ、さっき笑顔だったがいきなりえみたいに感じる顔になるからね。これがモナカちゃんのもうなんつうかチャームポイントというかさ、個性としてさ、今後次のパートからどんどん利用していくからな、俺の実況に。どういうことを利用するって。そういえば春人、久しぶりの日本なのに全然そうは見えないね。やっぱ春人くん日本から出とったんじゃ。どこ行っとったんだろう。バチカン四国だな。え、何か変かな。だって5年も上海、中国。あ、中国おったんじゃ春人くん。へえ。日本がわかりませんとか言われたらどうしようかなって思ってバカにしてるかお前。これ絶対ある日のことのことバカにしてる。いやいや、メールだって普通に日本語でやってたじゃん。あは、そうだっけ。いや、まなかちゃん、まさかさ、既読するばっかしてた君。
君結構既読するタイプの人間だったなお前。上海って言っても住んでたのは日本人街の空学だったし、学校も日本人学校だったからね。関わる人はほとんど日本人だったよ。でメールでも言ってなかったっけ。それはそうなんだけど、それにしても何のオーラもないというか、こう帰国子女ですって俺がね。お前俺にそんなことを期待していたのか。なんだその不思議なオーラは。よくわからない理由でがっかりしているマナカをよそに、ロバスがバス停に到着した。俺たちが一番後ろの座席に腰掛けると、同時にボスが動き始める。せっかく伸ばした体だったけど、これからまた30分揺られ続けることになるのか。近い近いよモナカちゃん、いきなり近くなったね。隣の席だからかな、その笑顔が眩しい。春人は家に向かうの。うん、黒間学校に行くつもりだよ。登校は明日からなんだけど、学校への挨拶と簡単な最終手続きがあるんだってさ。そっかそっか、じゃあちゃんと案内してあげるね。おいおい、君みたいなドジっ子が案内してら方向音痴に悩まされるんじゃないだろうな。ありがとう、マナカがいてくれるおかげで迷ったりする心配もなくなったよ。どうかな、俺はこのマナカちゃん結構方向音痴だと見ている。お、春人に頼られるなんて私も成長したな。うんうんとうなずくマナカ。何も言わずにホームで3時間近くも待ってた人を頼るのは若干不安ではあるけどね。失礼な、2時間だけです。マナカちゃん、こんな言葉があるよ。50歩100歩。あ、やっぱりホームで待ってたのか。ごめんごめん、待っててくれてありがとう。おかげで本当に助かってるよ。マナカは昔からそそっかしく、よくドジを踏んではみんなに笑われてたっけ。そういえば5年前の別れ際も良かったよね。ま、何？急に。渡してくれた弁当がおじさんの弁当で、喋りながら思い出し笑いが込み上げてくる。そんなことなかったよ。ダメだよマナカちゃん、俺と視聴者さんは過去の回想からその事実を知っているよ。ごまかしきれないよ。やった、視聴者さんからコンティニューコイン5枚ももらった。これでコンティニューできるぜ。ありがとう。もう1枠やるから。もう1枠やってさ、もうこのまま終わるんじゃちょっとパート1としてちょっと早すぎるような気がするよな。だってほとんどこと分からんもん。中のおかずも昆布巻きとかしぐれ煮とか渋いのばっかりだったっけ。ほう、変わり者や。マナカちゃんがどんどん変わり者に見えてくる。だって冷蔵庫の中そんだけしかなかったもん。あれのおかげで俺はちょっと大人の階段を登ったよ。お弁当で大人の階段登る少年なんか初めて見た。むぅ、なんでそんなこと覚えてるのよ。これがモナカちゃんの可愛いところなんだろうな。ぷいっと横を向いてしまったモナカを尻目に、俺は押し寄せた笑いの波を抑えるのに必死だった。波が落ち着いたところで俺は手荷物から一つの包みを取り出した。お、マナカ、これ。おっと、これはもしかしてホワイトデーのチョコではありませんか。男から女の子に渡す、もしかしたらバレンタインか。今日は逆チョコか、逆チョコなのか。これは2月14日だとしたらその線もあり得る。しかしこれはいつの時代になるかわからん。マナカ、これ。あ、それもしかしてあの時のお弁当箱。お父さんのお弁当箱だこれ。パッと見これ黒板消しにしか見えん。うん、おばさんは返さなくていいって言ってたけど、一応ね。あわよ。ちょっと一歩間違えればお父さんの弁当箱犠牲になっとったやん。帰らぬ人になっとったやん。家で送った荷物と一緒でよかったんだけど、なんとなくこれは帰るときに持っていたかったんだ。なんで。何お父さんの、マナカちゃんのお父さんの弁当箱に思い入れでもあるんか。そりゃそうだよな、幼馴染の女の子から弁当をもらっとってさ、そりゃ思い出に残るわな。
例えばお父さんのお弁当箱でも、そのお弁当箱が黒板消しに見えても、今渡しても邪魔になるだろうから、後でおじさんとおばさんが挨拶がてら返しに行くよ。そうなんだ、ありがとう、大事に持っててくれて。マラックは小さくよそう言うと顔を隠すようにうつむいてしまった。わあ、ちょっと可愛らしいな、こういうさ、あまり恥ずかしがらなさそうなキャラクターがさ恥ずかしがった時って、でもさ恥ずかしがっとる内容がさお父さんの弁当箱やけんな、ちょっと複雑な気分です。マラカ、なんでもないよ。あ、ほら、ハルヒト、もうすぐ下を抜けるよ。旧市街の景色は昔と変わらないままだった。通り過ぎるところどころで幼い頃に遊んだ記憶が蘇ってくる。例えばピンポンダッシュしたりとか、近くの駄菓子屋万引きしたりとか、近所の犬にいきなり蹴りを入れたりとか。おい、ちょっと待って、おい、ハルヒト君、昔めちゃくちゃやんちゃなことやってるやん。もうすぐ学校の近くだよ。ああ、バスは学校までは走ってないんだよね。だね、そんなに距離はないんだけど、ちょっとした山道だから地味に辛いんだよね。なるほどね。うちの学校の駅伝部が強いわけだ。あれ、ハルヒトってフライハイド学園は来たことはあるんだっけ？実際にいたことはないよ。一応パンフレットとかホームページは見てきたんだけど、私立フライハイド学園、やばい、外国の学校みたいな名前してる。この尖った名前の学校が俺がこれから通う高校だ。町の再開発計画の指導と同じくして建てられた学校だけれど、駅からはほど遠い旧市街の山山中にある。勉学よりも人間関係や社会関係を重んじるという変わった教育方針に沿っているのかもしれないが、ある意味先進的なその理念に共感して入学を希望する生徒も多いようだ。なんて読むじゃんこれ。実際に通ってみてどんな学校？いい学校だよ。自由な校風だから最初はびっくりするかもしれないけど。自由ってどれぐらい自由なん？裸で走って廊下走ってもさ、別にいい景色だなぐらいにしか思わんの。マナミが含みを持たせた表情を浮かべる。え、もしかしてマナミちゃん教室で爆竹とかやよる？もう自由すぎて、校風が自由すぎて教室で爆竹とかやよる？でも私にとってはみんながいるからね、それが一番楽しいかな。フライハイド学園は中高一貫のため、マナカをはじめ仲の良かった友達はみんなずっと一緒だ。そこで同じ時間を過ごせなかった自分がなんとなく歯がゆく感じる。みんな元気してる？セリカも、なんて読むんこれ、常沢かな、しずくもたくまもいて毎日が本当に賑やか。ごめんなさい、一人だけなんて読むかわからんやつがおるわ。2年になって、セイカとツネと同じクラスになったんだよね。ツネって誰？2700のツネ。右左交互に見ての人かな。そうそう、だからなおさらだよ。ハルヒトがいなくなってからは、集まって何かすることが少なくなっちゃったけど。お、これは俺がおらんかったら、グループとして成り立たないタイプやな。俺重要人物ですな。これでまた一層騒がしくなるよ。あは、覚悟しとくよ。早くみんなに会いたいな。幼い頃に一緒に過ごした記憶が脳裏を過ぎる。まあ実際に会ってからのお楽しみだね。はっ、そうだね、できるなら俺も同じクラスだといいんだけど。ふっふっふ、そのあたりは抜かれないよ、ハルヒト君。わっ、マナカちゃん、もしかして職員室で押しかけて、新しく転校してくるハルヒトっていう男の子がいるんだけど、その子をうちのクラスに転入させないとここで爆竹立つぞ、爆竹たくぞみたいな感じで言うかな、言ったんから、脅したんから。マナカちゃん、マナカちゃんそんなタイプの人間だったんや、恐ろしい。
春人にも同じクラスにしてもらえるように頼んでおいたから。爆竹を手に持って。え？担任の先生にお願いしたら任せとけって言ってくれたよ。頼んだらどうにかなるものなの？あ、そういうことを含めて自由な興奮なんだよ。先生も自由なんじゃ。すげえな、自由の国アメリカかよ。日本だよな、ここ。そうなんだ。学校のことがつかめずにいる一方で、同学年の3人と同じクラスになれることに嬉しさを感じた。たくまとしずくも相変わらず？うん、2人とも相変わらずだよ。たくまは学校内で知らない人はいないくらいの有名人だからね。え、たくまそんな有名人なんじゃ。なんで？どういう意味で有名人なんだろう。これがさもういつも違う女と一緒におるっていう意味でさ、有名だったらさ、ちょっと嫌やな。たくまくん女ただし嫌やな。それはなんだか想像がつくよ。ダメな意味で有名なんかな。しずくなんてさ、どんどんしっかりしてきちゃってさ、家族全員頼りっぱなしだよ。何嫉妬したような顔してんだお前は。私も頼ってほしいのにな、頼れるお姉さんなのにな、みたいな顔してんじゃないわ。お前はそんなに頼れそうじゃないな。姉としては優しい、嬉しいやら情けないやら。まあ、あれだよ。どれ？おばさんにはおばさんの、もなかにはもなかの良さっていうのがあるからね。フォローに聞こえない。なんで読むこれ、なんで読むんだったっけ。なんとか一家、何一家やっけ、わからん。いつからか、しずくが切り盛りしている。原因は、おばさんとモナカが壊滅的に家事ができない。もう家事できないっていう預かりされたんじゃん、モナカちゃん。あのついでにおばさんも、冒頭ですごい声だったおばさんもか。その分、しずくは、家事前方を進んで暮らすしっかり者に育ってしまったというわけだ。ニュータイプや。ニュータイプとして覚醒したんじゃ。もう家族の危機に立ち上がったんや。昔からだったけれども、今も苦労してるんだな。春人、そろそろ降りるバス停だよ。あ、もう着いたんだ。思ったより早かったね。会話に夢中になっていたからか、ここまでの時間はあっという間だった。さあ、学校まであと少し。バスを降り、俺たちは学校への道を歩き出す。おう、坂の上だ。校門入ってからすぐに坂があるんじゃ。こりゃ確かに陸上部とか駅伝部が強なるわけだ。いや、フライハイト学園の部活の事情とか知らんけどさ、ゴールなんかな、これ本当にゴールかお前。おい、これからがスタートみたいな坂あるけどなお前。ふう、着いた。バス停からは徒歩10分程度だったけれど、やはり上り坂をひたすらというのはそれなりに疲れを感じさせる。周囲を見渡すと自然に囲まれた豊かな場所ということがよく分かった。静かでいいところだね。街の中の学校とは全然違うよ。まあ少し前までは携帯の電波すら入らなかったんだけどね。田舎どころじゃないぞそれ。俺の地域も結構な田舎やけどさ、 Wi-Fi はバリバリ飛んどうけんな。もうあわよくばさ目で追えるかもしれんレベルで飛んどうからな。本当中学に上がった時は修行に行ったのかと思っちゃったよ。おい、ここ学校じゃなくて実はお寺だったりするんだろうか。マナカがカラカラと笑う。カラカラと笑うの。なんだカラカラと笑うって、どういう笑い方だ。ちょっと声聞かせてくれ。昇降口はこの先だよ。ほらやっぱりここからスタートで新しい。正門から昇降口までも結構距離あるんだね。山の中に建てられた学校なので敷地は広く使えるのだろう。ところどころに緑があって美しいんだけれど。春人、長旅で疲れてるんだもんね。ちょっと一休みする？いや、このぐらい大丈夫だよ。これから毎日通うわけだし、弱音吐いてたらキリがないしさ。おお、さすが男の子だね。若干乱れた息を整え、服装もついでに直す。あっ、
この時間だと授業中なのかな。時計は午後1時を指していた。もっと昼の授業を始まっている頃である。駅に着いてから約1時間経っていることになる。ちょっとちょっとマラカちゃん、なんでこのタイミングでそんな顔してるのかね。嫌だな、これからの授業嫌だな。春人と一緒に行ったら授業をサボっても大丈夫だろうな。うちの学校自由だもんな。そこまで自由を保障されとったら学校としての意味はないぞ。ちょうどお昼休みに入ってたとこだね。お昼休み？え、1時から？え、普通12時何分とかから始まって大体1時はおるんじゃん。なんで？ちょっとそれに対してツッコミはないんじゃ。春人くん、春人は職員室に行くんだよね。うん、そのつもり。それじゃあ私が職員室まで連れてってあげましょう。連れてってあげましょう。うわー、ちょっと可愛らしさがあるけどさ、まなかちゃんのことだからな、道迷うんだろうな。そんな気がするな。まだまだ元気いっぱいに歩き出したもなかだったが、一歩踏み出したところでぐるりと振り返った。そうだ春人、どうした？ん？フライハイトへようこそ。どうしたどうした、フライハイトにようこその後にさ、なぜそんな悲しそうな顔をする。春人くん、残念なお知らせがあります。その残念なお知らせの内容が俺にはテレビ撮るようにわかるぞ、まなかちゃん。え、なに？職員室で先生を呼んでくると言ったまなかは神妙な顔つきで戻ってきた。先生たち、職員会議中なんだってさ。ああ、よかった。俺はてっきり職員室でどこだっけみたいなことを言い出すかなと思ったけどさ、さすがに職員室はいけるんじゃ。俺、まなかちゃんのことちょっと舐めすぎたわ。ごめんなさいね、まなかちゃん。お昼休み中には終わるだろうけど先が見えないね。そうだな、どうしたもんか。二人でうーんと頭をひねる。転入前に校内をうろうろするのも変だしと思っていた時、そうだ、お昼休みなんだから春人教室行っちゃおうよ。は、いやいやダメでしょ普通に。大丈夫大丈夫。どうだろうな、やっぱ何が大丈夫。いや大丈夫なんだろう、やっぱ自由な校風って言ったもん。何があってももう心よく受け止めるのがこの学校の生徒だ。いやいや、よう知らんけどさ、いきなり見知らぬ人間が教室にいたら怪しすぎるって。俺制服すら着てないのに私服なんじゃ。ふっふー、細かいことは気にしたら負けだよ春人くん。まなかちゃんはさ、もうちょい細かいこと気にした方がいいような気がするんだよな俺は。それに一足先にクラスのみんなに紹介してあげられるし。いや、それは明日先生から紹介してもらうから。何言ってるの、転校は初日が肝心って言うでしょ。いや、今日から何々しますってとこが初日のような気がするけど、まあいいか。バシッと印象つけておかないと。ほら行くよ春人。ダメだ、こうなったらマナカは止まらないんだった。どう考えてもいい印象にならないとは思うんだけど。そうなんよ、自由すぎるんだよな多分さ。登校にリムジンとか使ってもさ、まあそんなもんだろうなぐらいの感じで思うんだろうな。いいからいいから。まなかに強引に腕を引かれ、重い足取り教室に向かった。もう自由すぎてさ、宇宙人が転校してきてもさ、ああそうなんだよろしくねぐらいにしか思わん。それがこのフライハウト学園だからこそ、私服の人間がいきなり入ってきたところでフライハイト学園の人間としては何とも思わないのであった。ここがうちのクラスだよ、さあ入って入って。真中に手を控えるまま俺は一つの教室の中に入る。昼休み中ということもあり、生徒たちは思い思いに過ごしていた。思い思いやって誰か爆竹で遊んでたりするんだろうか。爆竹で、この学校の生徒爆竹大好きやな。
ただいま。おかえり、まなか。全部遅かったじゃない。朝は一瞬だけ出てきてすぐにいなくなっちゃったもん。びっくりしたよ。びっくりだけなんじゃ、逆に言えばびっくりしかせんかったんじゃ。ずる、ずる休みしやがった、ずるとは思わんのじゃ。さすが自由な学校、もう生徒の考えはもう自由な発想の方に持っていくよな。ごめんごめん、ちょっと下まで降りてたんだ。マナカが声をかけると、誰からともなく人が集まってくる。うわ、ムードメーカーだな、マナカちゃん。たまにトラブルメーカーにも立てるんだろうけどな。机が茶色じゃない。いや別にいいやんそこ。確かに茶色じゃない、プラスチックなんだろ、プラスチック。最近の学校は多分こんな感じ、知らんけど。しかし村から後ろに立つ俺の姿にすぐさま生徒たちの表情が固まった。うわーうわーうわー、仲良くなれる気がしない。俺が春人くんだったら仲良くなれる気がしない。第一印象それほど良くなかった。やっぱり注目されている。入っていけるかこの環境。まなか、後ろの人誰？不審者？生徒の一人が若干小声になりながらまなかに尋ねる。小声になりながらってところがさ、もう春人くんのことを不審者だと思っている証拠だぜ。するとまなか腰に手を当てふっふっふっとたたさんに笑みを浮かべた。子供かお前は。よくぞ気づいてくれました。これがお調子者である。彼は白井春人くん、明日からこのクラスに入る転校生だよ。どうも。状況が状況だけに慎重に言葉を探す俺だったけど、そんな心配をよそにクラスは一気に騒がしくなった。爆竹たこうぜ。やっぱりクラスのこのクラスの人間は爆竹が大好き。行事って転校生迎えに行ってたな。マジか、そんなこと一言も聞いてないぞ。なんで何水だけ吸ってんだよ。まなかちゃん、やっぱその顔ちょっと俺つぼに入るんよな俺。え、なんでお前ら知らんかったみたいな顔するやめて。逆になんでお前ら知らんの。ちょっとつぼないよなこの顔が。しかもなんか知り合いみたいだし、っていうかもしかして、違う、春日はもともと一色町に住んでたの、知り合いもいっぱいいるってば。わあ、こういう時にすごい焦って赤くなって否定する女の子って可愛いと思いませんか。何やらよからぬ方向に話が。あ、ほら春人こっちこっち。真中に腕を捕まえるがままに歩みを進める。ちょっとどうなのよ真中。おっと、女の子、同級生の女の子からの追求がひどいぞ。真中ちゃんどうする。はいはい、質問は後でゆっくりとね。これ後々質問じゃなくて尋問になってくるだろうな。あの子彼氏でしょ、彼氏でしょみたいな感じで、てか LINE やってる。注目冷めやらないままに窓際の男子生徒の元にたどり着く。あ、イケメンが出てきたね。あ、男子生徒はボカンと口を開けて俺を見つめたままフリーズしていた。どうした、いきなり脳がやられたか。ほら、なんて読むんだこれ。常さだかな、常さだってことにしとこう。ちょっと公式サイトで覚えとかなあかんな名前。ほら、常さだ、春人だよ。常さだ。お、あ、うん、え、よくよく見てみると顔つきが幼少期の記憶と一致してくる。おお、本当に常だ、久しぶり。また再会の言葉をかけようとするが、手のひらをビッと突き出されて制される。あれ、俺こいつと友達だったような気がするが違うのか。そして常は深呼吸を一つすると再びゆっくりと口を開いた。時は満ちた。僕は察した、これ残念なタイプのイケメンだ。46,471時間。
21分13秒といったところか。この瞬間待ちわびたぞ。なるほど、どうやら再会した時のセリフをちゃんと考えていたらしい。彼らしいというのか、これはものすごい今更感に襲われつつも、俺は目をすっと細めて常に答える。すでにそんな時が経っていたとはな。現世での時間の流れとは随分残酷なものだ。え？マナカちゃんはあんまりアニメとか見ないタイプだったらしい。こういうノリにはついていけないらしい。ノリが分からずにキョトンとしているマナカの視線が痛い。ふっ、まったくだ。まあこの世界でまだ君と再会できるであろうとは知っていたが、嬉しいものだな我が同士よ。あれ、ツーサだ、今日来ること知ってたの？何を言っている。運命の輪とうに回り始めているのだよ。困惑するマナカと筆切り割りながらも冷や汗を浮かべているツネ。あ、絶対こいつリンネとか言ってる、言いたいだけだ。これ絶対言いたいだけだ。俺でもわかるぞ、言いたいだけだ。ツネ、モナカの前で声突き通すのはきついんじゃ。そうだね。戻った、ツネ君、戻った、戻りツネ。何二人してどういうこと？大丈夫だ、何も気にするな。はっ、ほっ、でもこのやりるのも懐かしいね。昨今ツネサだ、ツネサだか、だからツネって呼ばれとったわけじゃ。別名ビキッズ・トゥ・メルヘンとかいう名前じゃないだろうな。昨今ツネサだは俺の会の名、本当の名はビギンズ・トゥ・メルヘンだ。なんなんメルヘンの始まりって。俺の幼馴染の一人で、小さい頃からよく遊んでいた大事な親友。なんというかちょっと荒れな一面はあるけど、いいやつだ。ちょっとあれっていう言い方やめてあげなさい、かわいそうだな。しかしまさか今日会えるとは思ってなかった。しかも学校の教室で、そりゃ固まりもするって。俺もこんな形になるとは思ってもいなかったよ。へへへ、私のおかげだね。足玉だよ、嘘だよ。てか、マナカ、今日来るって知ってたら教えてくれよ。やっぱお前知らなかったんかい。そのせいでせっかく思い描いていた再会シーンが台無しに。ごめんごめん、でもいいサプライズになったでしょ。まあな。まあフリーズしてた時の常の顔はしばらく忘れそうにないよ。二人ともひどいな。三人で再会予祝して笑い合う。わあ、マナカちゃんの取り合いになっても、こんなイケメンであっても勝てそうな気がする。にしてもハル、ちょっと雰囲気変わったんじゃない？俺に我が霊には見えるぞ。何時の身にまとうオーラが以前とは違うことがな。やっぱりモナカちゃん、そういうよくわからんことを口にされたらさ、この顔になるよね。ちょっとこの顔がちょっとツボに入っているんだよ。え、何の話？オーラって何？みたいな感じ。オーラ占い？変わったかな。女にはわからないんだよ、戦いの経験値ってやつは。やさ、自分じゃよくわからないけど、というか常こそ。俺の記憶の中での常はもっとおとなしいというか、前面に明るさを出すようなタイプではなかった。わ、絶対中学の時にネットでさ、変なサイト入ってしまって、それがきっかけでこんなタイプになってしまったんだな。あー、そのネットの書き込み主にちょっと、このネットのサイトの主に殴りたいわ。所詮高校デビューとは違うような気がするけど、とにかく明るくなったように見える。逆に闇を感じるよ。まあそれこそいろいろあったりなかったりね。そうだね、いろいろあったりなかったり。アイクもうんうんとうなずく。調子のいいやつだな。それよか、ハル、よくあのセリフに反応できたよね。ちょっと不安だったんだけど、さすが我がライバルといったところだな。何のライバルだよ。あのセリフ、昔一緒にやったゲームやったよね。
うむ、あれは俺の人生観を変えてしまうほど名作だったからね。それの影響か。常は根っからのゲーム好きだ。最初は俺もなんとなくで勧められて付き合っていたのだが、小5の時に一緒にやった RPG に深くにもハマってしまった。影響されやすい常はそれがきっかけで小5にして樹林の花を咲かせてしまったというわけだ。すげえ。3年も飛び級してる、すげえ。過去も中学入ってからは大丈夫だった？ふ、ノープロブレム、全く問題なかったよ。こんなたわいのない会話でノープロブレムって入れてくるあたりがちょっと問題がありそうな気がする。あれ？そうだったっけ？あの時はなんか周りから浮いちゃってて私は心配だったんだよ。わあ、真っ先に心配されるべきのマナカちゃんに心配されてるぜ。大丈夫かお前つね。身の回りで言うな。そっか、大変だったねつね。哀れみの目で見るんじゃない。あ、もうこんな時間なんじゃ。早いな、もうちょい進めたいしな。まだ重要人物で全員は出てきてないような気がするしな。まあこの枠で終わるんやけど、ちょっとそうそう寂しいな。あと2分か。お、というかハル、お前も会う時は相当影響を受けたでしょ。そっちこそ大丈夫だったの？いや、俺はなんというか合わせてただけというか。お、なんだって、俺たちの友情は偽りだってことか。露骨にショックを受けている。純粋なのかアホなのか。まあまあ、とにかくまたよろしく。軽い、すっげえ軽い。すっげえ軽いわこれ。まあまあ、とにかくまたよろしく。ぐぬぬ、仕方ない春、プチし、プチ四駆やろうぜ。どっかで聞いたことあるようなものを。プチ四駆、ミニ四駆の間違いじゃないのか。何がどう仕方ないんだ。あと自由すぎてさ、プチ四駆とか走らせても別に何も言われんのじゃ。いいな。よっしゃ、プチ四駆やいよ頃だと思うけんな。多分この教室の床でさ、ブイウィウィウィみたいな感じでさ、モーター音を響かせながらさ、プチ四駆が走りよ頃だと思うけどな。よっしゃ、このプチ四駆走りよ間に俺はセーブするよ。どこでセーブするんだろうこれ。メニューかな。あ、セーブあるわ。セーブ、セーブが完了しました。すごい重要だった感じのレベルでさ、でかい文字出てきたね今。次ロードしたらここからスネサダとの再会っていうビギンズ2メル編が始まったっていうことになります。というわけで今回はこの辺で、まあちょっと知りたいことがいろいろあるんやけどね、今回はこの辺で。次回あたりまた別の主要キャラが出てくるんだろうな。てか出てきおいてほしい。セリカちゃんとかいう、セリカっていう名前の人とかさ、他にもなんかタクマだったっけ、もうおるよな。それとも あしずくっていう子もおったし、名前が出てきたけんさ、多分その子とも会うんだろうけどさ、どんな感じの子なんだろうなって感じで、まあ期待しといてくださいというわけで週上げ喉痛いな。やっぱり2枠も連続でやったら喉が痛いな。こういうノベルゲーム、青春系のノベルゲームってさ、まず主人公がさ、常識人で結構ツッコミ入れるタイプで、かつ周りの人間がすごい個性的、それでいて学校が自由な校風っていきましたか。これは何か面白い騒動が起きるに違いありませんな。はっはっは。